ロッテ2軍1試合後失策。こちらすでに貼られた画像、金田選手がとんでもないことになっています。やばいでしょ。18歳ショートは多めに見てやれ。同じやつじゃん。メンタルやられたんで初行言うのが成長するんだよ。こんだけやらかしてなんで2対2で済んでるんだよ。あの大型ショートか、平沢盗塁士で草、ほぼ金田やんけ。金田クソ級って何回出てきたんだ今日。怒涛の金田で草。オリックスなら帰宅命令が出てたな。黄金期の金田ロッテが帰ってきたやん。これは大敗やろな。裏学の金田か、3をつけろよデコスケ野郎。こいつどっかの記事でありえんほど下手って叩かれてたよな。ロッテはなんで支配下で金田取ったんや。いい選手やったけど、高校生としては高いレベルでまとまってるだけで突出したものはない選手やったろ。大学でステップアップ系の選手やろ。あれ、高校生なら同期の育成の勝又みたいなタイプの選手を指名して育てるべきなんちゃうの。ロッテもやっぱりヤバそうやな。ご視聴ありがとうございました。